こんにちは、粟田洋介です。今日はインクジェットプリンターでクリスマスカードを作っていきます。今日使うのはハガキ台の紙2枚、これに絵を描いていきます。あとは A4 の剣と7枚で2枚のカードができます。で、ハガキ台の紙に絵を描くんですが、使用するのが色鉛筆です。私はインクジェットで印刷するときは色鉛筆を使うことにしているんですが、その理由はちょっと後で説明します。なんか今持っている色鉛筆はなぜかこの色だけです。なのでちょっと工夫して色付けしていこうと思います。それから色を塗る前に線で絵を描こうと思うんですが、線画にはこのゲルペンというものを使います。では早速絵を描いていきます。さて、色鉛筆で色を塗り始めたんですけど、数ある画材の中からなぜ色鉛筆を選んだかというと、多分絵を描いてて色にこだわりのある方だったら、自分の作品を印刷した時に自分の作品のオリジナルの色と印刷の色の違いがすごく気になると思います。それでもちろんのこと、自分のオリジナルの作品の色の方が印刷された色よりもいいので不満に思うことが多いと思います。自宅のインクジェットプリンターで印刷した時も、業者さんに印刷していただいた時も、色っていうのが同じに出てくるわけないんですよね。なぜなら絵の具の顔料とその印刷のインクの顔料は違うので同じ色は出ないし、肉眼で見た絶妙な色合わせとスキャンした時に出てくる色合わせは同じじゃないし、まあ他にも理由があると思うんですけど、いろいろな意味で印刷で全く同じ色を出すっていうのはほぼ不可能だと思います。で、これ私の場合なんですけど、絵の具とかの作品を印刷しちゃうと満足いく色が印刷で出てくることがないんですけど、色鉛筆の場合は印刷機でやった方が濃く出てきて、まあそっちの方がいいかどうかわからないんですけど、なんか出てきた時にまあこのインクジェットの色もまあいいなって思えるんですよね。なので私は家で印刷するために描く絵は色鉛筆で描くことが多いです。なんですけど、これ私の場合ということで、色鉛筆で描いたところで印刷して出てきたものが気に食わないという方もいらっしゃるかもしれないと思うので、そこら辺はご了承ください。ということで、ちょっと色鉛筆で着色を続けていきます。ちょっと鉛筆削りも見当たらず、こんな感じの鉛筆で塗ったのでちょっと塗りづらかったんですけど、まあいいとしましょう。で、もう一枚の紙にも絵を描いていきます。で、今描いた絵をスキャンして、それでプリントしていきます。
で、こっちがインクジェットで、こっちが色鉛筆で描いた方の絵です。ちょっとこれフォトショップで加工したりして濃くなっているんですけど、これ見てどっちがいいかっていうのは人それぞれだと思うんですけど、私の場合は、まあどっちもいいかなと思うんですけど、ちょっと濃くなってるってことで、これもいいかなって感じで、だからインクジェットの時は色鉛筆を使います。で、こっち裏側ですね。これがオリジナルの色鉛筆原価ですね。これがインクジェットの方です。なんかグリーンが汚い色になっちゃったんですけど、まあしょうがないかなって感じですね。で、これをこんな感じで折って、で、これが表で、こっちが中身って感じのカードが出来上がりました。で、うちは喪中なので、もうグリーティングカード、年賀状とかはもうなしなんですけど、年賀状を作るときも私は結構色鉛筆を使っています。まあ色鉛筆を使ったからって同じ色にはならないんですけど、もし家庭用のプリンターの色と原画の色が合わないから不満だっていう方は、ちょっとこういう考えもあるということで参考にしていただけたらと思います。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。